静岡大学夏季オープンキャンパス2010を、今回は平成28年度から新たな取り組みが行われる理学部のオープンキャンパスを少し覗いてみよう。理学部がですね、新しいことを始めるんですが、今まで静岡大学の理学部5000人以上の卒業生を出してきまして、静岡県の、高校の先生であるとか、それから全国のあるいは世界ので活躍する企業人を輩出してきている、これは私たち、自負を持っているんですけれども、時代がどんどん変わってます。世界、例えば日本の教育だっても小学校から英語をやる時代になってきているで、そういう時代の中で今までとは少し違った新しいサイエンティストを作っていこうというふうに私たちは思ってます。で、今回はですね、今回はしばらくは、総合理学コースということで、今からご説明しますが、20名の方、20名の募集をして、そこで教育をしていって、で、我々自身がその皆さんと一緒に新しい教育をどうしたらいいかということを学びながら、理学部を少し新しくしていきたい、そういうふうな考えのもとで進めてます。で、入学はですね、入試は別に行います。20人、推薦で10名、特別入試で10名、それから後期日程で10名の、募集を行います。理学部は実は数学、物理学、化学、生物化学、それから地球化学、それぞれしっかりした5つの分野があるもんですから、カリキュラムが、現在のカリキュラムが非常にしっかり作られています。で、なかなかそれを全部変えるのは難しいので、先ほどちょっと言いましたが、このコースを私たちが一緒に新しい人たちとこう勉強しながらですね、理学教育そのものがどれぐらいこう変えられるかというのは課題なんですが、今のところは例えば、数学がいいかなと思っている人は物理学も、可能性として、将来、2年次以降ですね、勉強できるよ、あるいは少し分野の視野を変えて地球科学だって勉強できるよというふうに、選択を広く持って、入るときはまだサイエンスそのものには興味があるけれども、じゃあ自分は生物学をやるんだというふうにはまだ思ってなくていいですよという、そういうふうな、教育のコースにしました。新しく入ってきた20名の方をしっかり卒業するまで見ていきますという、これも新しい試みです。で、コースはですね、少し複雑なんですが、1年次に、いろんなことを勉強していただきます。英語の科目がいくつか並んできてますが、いわゆる文学の英語だとか社会学の英語をやるんじゃなくて、サイエンスの英語を早い時期から、勉強していただくというふうなコースです。それから、企業に、実際にインターンシップに行くとか、短期的に、あるいは企業の方に行っていただく講義を少し多く受けていただくとかというふうなイノベーションの側面が、これは、右の方にですね、緑と、紫の間にまたがるような形で、書いてますが、こういうコースを、科目をですね、しっかり取っていただきます。で、ただし、2年次からそれぞれの学科に入学した学生たちと、基本的な部分をしっかり学んでもらいますので、夏休みに少し、講義をたくさん取らなきゃいけない、これは学科の人も同じなんですが、そういうことをすれば教員免除、免許も今まで通り取ることができます。そういうふうな、構成にしてあります。以上、静岡大学理学部のオープンキャンパスの模様をお送りいたしました。静岡大学では皆様のご入学をお待ちしております。